茨城県境町で家族4人が自宅で殺傷された事件から間もなく1年になります。殺害された光則さんの父親が初めて FNN の取材に応じました。ほとんど何だかわけが考えない状態ですし、国民は地域は寝つかないような気持ちですから。去年9月23日未明、小林を追いました。事件から間もなく1年が経過する中、その後の取材で現場周辺で作業着姿の不審な人物が目撃されていて、警察が聞き込み捜査を行っていたことが分かりました。警察は引き続き国内を引き続けています。リニア知事が16日制限を緩和すると発表し、アメリカの基準を満たした PCR 検査をハワイ到着の72時間以内に受けて陰性